優しく答える山端行きは辛くはないかと振り返りそっと支えて くれた人二人歩いた峠の道を今日は一人でたどります。どこへ 連れてきますよ伊豆の春。駅に降りたら 風吹いて私を迎える下田の港岬に水仙咲く頃にきっとお前を 言ったあの日の約束一つ今も大事にしています写真一枚 二人旅です伊豆の春。